乾杯。乾杯。今この辺でマサラさんはうんこしてます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。食べてた。ダマされ役です。最近ダマされてない。よかったよ。ちょっと警戒してたからかなり。でしょうね。エンコさんがゲーム持ってくるとはい、ということで今回はですね、まあ、レンタカー借りて岩手を出たら食べると思うんですけど、レンタカーを借りに行くのがめんどくさいと、車まだ取ってきてないと。朝9時でしょ。朝9時千葉県、じゃあ多数決で決めよう。誰が取りに行こうか。せーの。これで一旦エンディング流れです。レンタカー取りに行くっていうのやりたい。全然やりたくない。全然やりたくない。全然やりたくない。ここは公平に。じゃあ今回はもうゲームで決めようということで、面白いゲームを作りました。というわけでインサイダーゲーム、イエーイ。まあルールはですね、もうあえて説明しません。もうやりながらね、分かると思うんで、やりながらの方が一番もう分かりやすいかなっていう。5人がインサイダー1人、インサイダー1人とマスター1人、ゲームマスターが1人で、残り3人が庶民みたいな感じですね。はい、で、このインサイダーみたいなのが人狼みたいな、この人だけ言葉を知ってると。人狼は人狼、人狼知ってる。この人だけ人狼知ってる。人狼されてる。まだまだに腹立つからな。あの動画俺もう何回見ても思うんだけど。はいはい、せーの、ドゥンドゥン。なるほど。はいはい、じゃあマスターの人。はい、はい、マスターです。次にお題のワードをね、決めます。お題のワードはマスターとインサイダーしか知りません。お題こちらです。あ、まだっすね。じゃあ僕目つぶったんで、インサイダーの人目を開けてワードを確認してください。はい、それではゲームを始めてくださ い。お前うるさいって、お前たまらなかった。やっぱこいつって左から、まあ、桃を殴ってきたらお前まだいいよ。右勝ちしたってやると思いますけど。でも得しい。生き物ですか。違います。食べれますか。違います。動きますか。うーん、わかりません。道具系。はい。コーナーに売ってますか。はい。何か叩いたりするものですか。違います。いや、勇気、勇気。勇気分かりませんよ。分かりません。分かりませんよ。つまりあれ、科学できひんの。科学できひんのラザールさんやから。あの俺たち決別した。この札より小さいですか。分かりません。じゃあありえる。いや、極端にでかいわけじゃないってことですか。手に持って使うものですか。はい。夜の世界ですか。はいいえ。筆記用具の中に入ってますか。はい。消しゴム。違います。コンパス。違います。鉛筆。違います。定規。違います。シャンデン。運動器。違います。違います。バトエン。バトエン。バトエンとは違います。バトエン。なんで鉛筆それバツしておいて。ボールペン。正解。おお。イエーイ。なるほど。で、これをもとにこの中にこの5人で話し合わせます。さっきのキーワードを唯一知ってる人がこの中にいたと。そういうことですね。でも俺ラザルさんやと思うんだ。いやー、まあでもさっきラザルさん俺言ってたから、俺ドサン選ぼうかなと思って。ドサンやった。さっきドサンやった。あ、そうだ、楽しい。でもとりあえず初日増産するっていうのある。ちょっとしゃべる。初手増産は初手増産。初手増産だもん。ちゃんと叩く1点取りに行こう。そこはね、初手とかないだろ。でも土さんは顔が人狼引きそうだから。引きそうだよ。さっきのこの5分間なんやったんや。それせずに。この筆記用具ですか。はいの時のみんなの表情が結構大事だと思う、やっぱり。ああ、それはずっとやった。俺はザルさんやと思う、正直。俺は、俺よくぞ言ってくれたみたいな顔してた。そうそう、そういう顔してて、もうその後何も言わんかったもん、ほとんど。そんなことないやん。ほとんど。ラザさんがマジ全然、結局さ、いつもお前傍観者になってるやん。何も攻められたかった。攻めるゲームやん。お前も攻め返すゲームやん。お前も攻め返すゲーム。お前。でも確かラザさんね、鉛筆とシャーペンは言ってたんよ。
割と近いとこは行ってんね、割とみんなハサミとかコンパスとか行ってる中で言ったのが多分鉛筆とシャーペンとか言ってる、ね、あえて残した感みたいな。そう、じゃあもう自分から行く。お前ら勉強するときだってボールペン使ってたくせに浪人のときに。そうやね。ボールペンの倒し方俺水やと思った。ボールペンでやったんじゃせん、確かに。だからかかった。だから経費税42で買った。経費税が高い。違和感すぎるだろ。確定かどうかで決めるか。でも土さんなんか。ドサーン、ドサーン、顔が怪しい。ドサーンさ、なんか手に持って使いますかって手がさ、なんかこういうこうもつるみたいな。こうなってて、手に持って使うものですか。手に持って使うものですか。はい。いや、そんな言うことも確かに、こういうのやってない、これはやってない。でも人間って怖いもんで、無意識不要怖いもんで、人間にするやつならマジでドアホやけど、ドアホすぎる。いや、決まってない。それはないと思う。それはない、それはないと思う。ちょっと、言いたいことって最後、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 最終最後、ギリギリいただけかけんの。そこでやり口知ってるぞ。あ、その手口聞いたことある。その手口何回も見てる。一斉ので指さすか、誰がインサイダーですかと。一斉ので。あれあれあれ、意外とゾさんじゃない、みんな。デンラザ。俺2票、ゾさん1票ちゃうから。だから俺らが多分、あのあれや、決選投票になる。半額やっといて。なんでなの、お前ら。なんでなの、どういうこと、どういうこと。熱量返してくれよ。めっちゃ声出しそうだよ。いやでも一応通じて、いやでもなんか通じたからこそ選ばない、通じたからこそ選んでない。せーの、じゃあラダールさん、じゃあラダールさん、カードオープン。おーい、なんで、えお前ちゃんのやつくだ。僕チンゴ喋れる。あ、始まった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 、ボルペ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 。いやもうほんま、ちょっとひどいなこれ。いやいや、完全勝利、完全勝利やな、完全勝利や、完全勝利や。え、今ってどういう作戦だから、こういうことでうまく言い過ぎやったらね、ほんまに。だから俺うまいよ、正直。でも俺がすごかったんじゃない、今の。正直うまく言い過ぎるな、可能性は。いや正直それがある、それを見てしまった。正直俺が筆記用具で当ててしまったのも結構でかい。そう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 、それは結構でかかったな。マスターです。はい、マスター。はい、ありがとうございます。じゃあ目つぶる？皆さん目をつぶってください。はーい。はぁ、もうちょっとちゃんとやるわ。はい、こちらでーす。どうぞ。うん、食いもん生きてますか？ノーノー。コンビニに売ってますか？ノー。動きますか？イエス。おお、人に刺激されるものですか？美容表現やめたほうがいい。すぐさとしてみる、すぐさとしてみる。分かりません。好きですか？イエス。あの今の感じ、主観の質問やと思って答えてくれます。それは楽しいですか？イエス。リアカーの危険村ですか？転職反応、転職反応ね。分かりません。分からない、分からない。人間よりもリアカー大丈夫。イエス。イエス。江戸時代からあります。イエス。この部屋より大きい。イエス。ん？地球ですか？ノ。マガタマ、マガタマ。ノ。船。ノ。アクセサリーですか？ノ。岩手県より大きいですか？イエス。え？あ、太平洋。ノ。インド洋、インド洋。ノ。海系ですか？イエス。海。イエス。あ、海。海、正解。正解。おー。個人的に結構
答えに近づく前の類似質問多かった気するんよ。答えですかで、あ、答えですかで、俺次行きたいって言ってますよ。で、次地球ですかって言って、あ、確かに地球でかい、え、地球はでかいかもな。さすがに規模広げたなと思って。確かに、それは思ったよ、若干。それは思った。こいつなかなか寄せんなと思って。でも岩手県よりでかいと思った。ベンガンさんなんか結構ヤバいの言ってなかった。岩手県よりでかいですか。そう、それはヤバいと思う、正直。なるほどなるほど。それヤバいと思う。いや、俺、でもこれ以外にちっちゃいですかで言ったのに急に岩手県出したから明らかに。いや、違う、このホテルより大きいか大きくないかで大きいってなったんや。このホテルより大きいってことはもう極端に大きいかなって思ったんやな、俺は。極端に大きくして岩手県はちっちゃいって言われたら、あ、じゃあ次例えば東京タワーにしようかなとか。そんな怪しい、それは。ここは分かる、まあ、そっか、そこはこんな突っ込むから。それは俺、そう、俺そう、どっちかというと海系って出したらここやし、最初に。そうね、俺先そっちかなって思うけど。そうや。はぁ、あぁ、ちょっと待って、お前機嫌悪くなるのはちゃうぞ。機嫌悪くなるのはちゃうぞ、お前絶対。いや、それで言ったらマドさんだよ。やっぱりな。やっぱりな。やっぱりな。困った時の俺は前から。困った時で困ってる、全然困ってない。いやいやいや、個人的に2番手マドさんなんよ。海系で話行く前に船ですかって言って、あ、船ですか言ってたから、まあ、よう覚えてんな。てか言う、船ですか忘れてた。そう、船ですか忘れてた。めっちゃ前言ってんの。どうしようどうしよう思ってます。もう不審な。じゃあ船の話は動くって話があって、で島平がさ、主観で好きって話だったよ。ああ、海がね。でもその誰もがその帰るもんじゃないって話だったよ。はいはいはい。っていうのがあって、まあじゃあそういうのやったら、まあ船とかに行くんちゃうかなと思ったわけです。だからそのあくまで好き、主観やからってことは、主観っていうので海に行くってやばいと思うね、発想として。サイコパス。島平の主観で好きって言った、あ、海なんやってならへんって。ならへんな、この時間はない。船がすぐ出てくるってのはやっぱ海知ってたっていうふうになるのがやっぱあれかもしれんけどっていう思いが伝わっちゃう。それは違う。ロジックゼロ。ロジックゼロの違った。じゃあ行きましょう。はい、せーので、はい、どうですか。え、じゃあね、3票1票、いや4票、あ、4票1票、うん、オッケー。はい、あー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 、誰だよ誰だよ、これマジで。お前が無能すぎる。お前が無能すぎる。おもちゃ話してちゃんと。あれ以上抜き、あれ以上抜き。はい、はい、はい、先に俺じゃあオープンしよう。はい、お、マジか。おー、新年度の発表みたいな感じ。新年度、新年度。わあ、やるだよこれ、マジでよ。岩手県のやつマジ危なかった正直。やっぱそうやん。岩手県のやつ相当危なかった。相当危なかった正直。絶対岩手やん。うまいわね、ほんま。ほら、岩手県はうまかった。だからそこだって、お前がそんな突っかかるそこって感じ。俺がつけてたらちょいちょい邪魔しやがったよ。一生それこのくだりやったじゃん。長いなってなったよ。あ、ラバさんちょっともうちょっと喋ろ、一緒に。なんでもちょっと怖い。何怖い。ダメ、ちょっと楽しもうや、一緒に楽しもうや、ちょっと母さん頼むな、楽しもうや、何でさ、そんな一緒に。お前さ、母さん一応楽しもうや。お前がいじられて楽しい、楽しいって、俺らも楽しいからいいや。いや、いいや。母さん、ちょっとでもまあもうこのゲーム組んないとそんなくさい。